どうも、こんばんは、申します。はい、今日ですね、7月の24日ということで、土曜日。はい、本日は SB バルセロナね。バルサ。はい、いやー、来ましたね。バルサ。公式なんかな、どうなんだろう。一見バイユーで作れそうな、いやそうなんだよ、ね、この間のバイユーで何なら作れたんじゃないかっていう感覚はちょっとあるけども、互い違いだよね。そう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 、まああの2色で構成されたダンクということで、変えた暁にはやっぱスタンスのね、あのバルサのソックスを合わせてみたいっていう、あっちは公式だからね。あっちは公式だからね。あっちは公式だから、ナイキはちょっとどうなのか分かんないけど、無許可シリーズだからっていう、ね、可能性はまあゼロではない。でも一応名前バルセロナ、大向き書いてもんね。まあどうなんでしょうかって。いやー、やっぱね、それよりももうまた避けるわけよ。もうこっちから見たらドンキホーテの色合いに出る、ドンペン君の色合いに、これが、うん、ドンペン君みたいなのが、うん、いやなんか俺から見たらあの何、あのチョコボールの向かい、向かい。あ、じゃあもう行きます。はいはいはい、5、4、3、2、はい。まあ一応ね、昨日ねナイキ原宿だけスニーカーズポストとか、月曜日の冗談はもあったね。ああ、その後 ね月曜日の冗談確かにあった。今月ちょっとリリース多い、ね、すごい。だってまだ月末にパターあるでしょ。ほんで原口が気に入ってた、まあ、パターじゃない、パターだと、あの原口気に入ってたさ、ダンク、カンバガラのダンク。ああ、そうそうそう、あれも30とかでしょ。30い多いって。だから欲しがってたアンブッシュの黄色と全部3。あ、アンブッシュの黄色も30。ああ、あれも確かスイッチがあるけど、なんかあれはね、なんかちょっと派手な感じで履くかってやったらちょっと何とも言えないところではあるけど、まあ、なんか気になるんだよ。なんかね、珍しいのは今で、今日で、まあ、代官山にいるんですけども、代官山蔦屋書店で、あのサンディーハウスというものがございまして、この間ね、実は初日にね、行かせていただいて、で、あの、インサートの本間さんがね、いらっしゃって、そうそうそう、あの、レイアウト変わるから、毎日来てよって言ってくれて、はいはい、ちょっともう予約取れてるとこしか行けないんですけど、あの、レイアウト変わるんだったら極力行きますって。バルサ、今日ね、まあ、SB なんで一応。あ、そっか、今日24日だから、可能性ゼロじゃないね。いや、まあないでしょうね。まあねえだろ。まああると思って、でもさ、ね、10時の分予約してたよ。あるかもと思って行ってもいいよな。でも22日 FTC は何なかでしょ。なんもない。いや、そうだね。普通の販売っていう感じじゃないからな。ユニフォームとかね。いや、でも普通に十分展示で面白いけどね。いや、面白い。めちゃめちゃいい話だから、普段まず見れないものめちゃくちゃあるんで。そうそう。で、まあそれこそね、まあそれはそれで動画であげるから。まあそうですね。それはちょっと楽しみ。やぼったいじゃん、それとか。それはね。あ、今日あれじゃん。スタンスのモンスターズインク、そうそう、はいはい、で、ピンクボックス、下田歌劇じゃん、足首から下田歌劇。さあ、ということで10分になりまして、えええーと、まあ結果が来るんですけど、まあ数が多ければ多いほど遅くなると思うので。あ、そういう水準なの。いや、最近そうなんだよ、なんか。あ、俺まだ結果来てない、席をね、移動した瞬間に行きましたね。なさい、俺まだ来てないね。あ、そう、早っ。早いですね。いや、もうダメよ、それも絶対ダメよ。早いわ。さてさて、落選しました。落選、はい、終わりました。ダメか、バルサちょっと惜しかったけどな。他のやつも来るかもしれないけどね、他の抽選したやつも、ね、いやー、あの FTC ダメってな。 FTC ダメ、ふぅ、しゃあない。え、もうどうする。スニアカ男子。はい、ということで、スニーカーズ購入確率調査ということで、ね、はい、はい、今回もオンラインサロンのデータとインスタグラムのアンケートを集計してちょっとね、出していこうかなと思います。よろしくお願いします。はい、まずですね、今日挑みましたバルセロナ、バルナですね、購入確率、まずオンラインサロンのデータから見ていきたいと思います。はい、どうだったでしょうか。あんま改まられるといろいろやりにくい。どうでしょう、はい、オンラインサロンの集計がですね、はい、まず参戦予定が213、213、はい、はい、そして購入が3、うん、あー、まあ少ね、少ねえな、これは少ないですよ。 0.14%。 え、0.14%? あ、1.4% 1.4% でしょ、これはあれだからね、まあ、だいぶ少ないなというリアクション本当は今撮りたかったけど、
俺のこの間の FTC のデータと似た間違いしてるからこの間ね、本当申し訳ないんですけど FTC の、 あのスニーカーズ購入確率調査のやつを上げた時に、うん、あの桁間違えましたね。ああ、はいはいはい、はい、0.19% みたいなの書いたんですけど、多分 1.9%、うん、あ、0.19 が間違えて 1.9 が正しい、正しいと。あで、約、2% という最終結果が出まして、あ、まあ、僕のね、はいはいはい、インスタグラムのストーリーズでも最終結果として載せましたけど、はいはい、で失礼いたしました。まあまあまあ、俺もちょっと間違えましたから、あれどっからどういう風に 1.4 で0.01 が 10% だよね。まあ、今、いろいろ回って12時に撮ってるんですけど、そうですね、まあ、だからシュプリームも出て、シュプリームで2台で、まあまあ 2足、まあ、細かい数字は分かんないけど、5足未満それぞれちょいちょい出てて、はいはいはい、であとは、スポタカもなんかね、ゲリラでアプリ撮ってね、なんかストーリーズ上がってました、ね、はい、ということでね、いやーやっぱ現場なんですね。まあ、まあ、大会はだ、スクリームあるかなと思ってたけどね、あ、ちょっと今日はざっくりね、こんな感じで、はい、座談会ってことでね、またね、今週いっぱい過ごしてる、へばっちゃってね、2人とも へばっちゃってあの、口数もだいぶ減るから、あっちもう12時ですからね、やばいよ、もうこんな記憶のない1時がありましたからね、この、いやー暑すぎて、ちょんと、はい、じゃあね、そんな感じで他のやつも全部外れたでしょ、丸さん起きましたね、もう全部外れました、ベース関連全部聞いて、ダメですよね、全部ダメ、はい、まあ、厳しいと外れましたけども、それではまた今週皆さん気合いでいきましょう、それではバイバイチューボヨヨンってことでね、どうもお願いします、月曜ね、AG はありますね、最近つけた商品なんですね、なんかやっぱこうね、後じわとしてやっぱ欲しかったなって思うのがさ、なんか高校の時の、うんあのピロートークの運やめて高校の時にさ、俺めちゃウィールハマってたのよ、いや俺めちゃめちゃですよ、めちゃくちゃやってたのマジで、いや俺めだからもうマスターリーグの選手がめちゃくちゃ覚えるぐらいやっててさ、ね、でその時、あ、そうそうそう、カストロとかカストロバーチャットとか、はいはいはい、ミランダとかね、あ、ウィングフォワードねそうそうそう、言ってこよ、うん、でその時になんかバルサめちゃくちゃ使ってて、うん、そのすごい好きだったのよ、誰でなんかさ、いやだからあの時もうロナウジーニョ全盛期なんじゃないかな、だってあの確かナイキの CM でロナウジーニョが、うん、あのリップスライムのステッパーズディライトに合わせてドリブルするって CM 覚えてない、めちゃ前、ね、全然覚えてないな、まあそんなんがあって、うん、その当時ぐらいだったかになんか、まあ、バルサすごい好きだったのよ、はいはいはい、でなんかユニフォームも欲しいなと思うぐらいで、でなんか楽天とかでさ俺すごいダンク漁りまくってたから、うん、その時になんかあの、まあ、今ではバーフって呼ばれてるんだけど、うん、まあ多分それ海外読みなのよね、海外でしか言ってないっていうか、あんま日本人って正直後追いの人しかバーフって言ってなかった気がするんだけど、なんかそれのカラーリングが、まあ、バルサに似てたの、はいはい、でなんか俺勝手にさ、なんかまあバルサのダンクっぽいなって思ってて、うん、で今となってもバルセロナとしてダンク今日出たじゃん、なんでたね、でもなんか俺の中での勝手なこうイメージは、まあそのバーフっていうものが、まあ、バルサのダンクっぽいなと思ってて、当時はアウトドアパックって言ってたのよ、なるほどね、でなんかね、あれなんだよね、あれだけタンが厚いのと薄いのが2種類あって、うん、でそれをなんかね、タン厚い薄いでラベルの色が違ったんだよな確か、シルバーボックスのラベルがさ緑とオレンジがあって、うん、なんかね、タンの厚い薄いでどっちかとか分かれてた記憶があるんだけど、ちょっとそこら辺なんか調べてほしいんだけど、なんかそれがすごい欲しいなと思ってて、で結局それを思い出して今となってはそんなプレついてないんだったら買ってしまおうかなってちょっと今後じわ来てるね、なんかアスケートでバーフとかなんか聞いたことある、あ、そうそう、だからそれそれそれ、あ、それか、うん、あれがなんかそのエンジとなんか濃い青っていうか、あれがなんかすごい、今日のやつにちょっと通じる、いやそうなんだ、ね、なんかそれちょっと動画で言っときたかったなと思ってさ、なるほどね、そうそうそう、まあ、やっぱりね、スアレスとかもいましたし懐かしいな、ダビド・ビジャとかね、いやだからあれでサッカー選手の名前覚えたみたいなとこ、めちゃくちゃ覚えたの、あれで、だってなんかさ、あのウィーレってさ、なんかこう名前違うじゃん、みんなちょっとずつ許可取れなくて、そう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 、あれで直してくみたいな、で選手名鑑をちょっと分厚いの買ってちょっとずつ直すみたいな、うちの兄貴子めちゃくちゃやってたのよ、俺も同級生で大学のやつでもうそのデータ全部もらったの、そいつ全部書いて、全部だからそういうのがなんかあって、まあ、それもあってなんか今日のやつはちょっと欲しかったなって、あー確かになー、バルセロナはやっぱりだ、レアル対バルサをもう最初絶対やるもんね、みんなね、エキシビションで、ね、絶対やる、絶対やるもんな、
あんなの CP でも見れるからCP と CP でも見れるから。いやー、オーヘルバースか、オーヘルバースかいたわ。うわ、懐かしいよな。懐かしいわ。あんなんじゃない、だってブッフォンのジャン・ルイジ・ブッフォンとか覚えないもん。あー、名前ブッフォンはブッフォン、ファビオ・カンナバールとかさ、ファビオ・カンナバールね。